黒部峡国鉄道株式会社は、富山県黒部市に本社を置き、同県の黒部川沿いを走る、黒部峡国鉄道本線を運営する、鉄道会社である。略称は国鉄。もともとは、日本電力、日本発送電による黒部川電源開発のための、資材運搬用鉄道であり、かつては便宜的に旅客を扱い、当時の切符には、 生命の保障はしない旨の注意書きがあった。日本国内では数少ない機関7 6 2ト、mm、ルの特殊狂気による鉄道路線でトロッコ列車を運行している。1971年7月に関西電力から分社化され地方鉄道事業の譲渡を受けたもので関西電力の100%子会社である。社門は関西電力の社門の中心に レールの断面を入れたものになっている。鉄道事業のほかうなずき駅、欅平駅などでのレストラン、売店の経営なども行う。2013年には、台湾の有山森林鉄路との姉妹提携を結んでおり、お互いの使用済み乗車券を無料乗車券に交換する優遇措置のキャンペーンを実施している。そのため、機関車の前面には、その姉妹提携を表示した。 ヘッドマークが取り付けられている。2019年には、黒部氏が誘致した、大規模コンサート、桃黒春の一大事2019との連動企画で、桃色クローバー Z のヘッドマークの取り付けや、メンバー直筆の駅名スタンプの設置がなされた。大人旅客運賃2018年4月1日海底、上段、大人下段、小人エイドブ34一般旅客が乗車する客車は、 座面だけの座席に屋根がついた開放型の車両と背もたれのついた座席にガラス窓とドアがついた密閉型の車両の2種類がある。以下において特別料金は現用車両が2021年11月現在過去の車両が最終営業時点のもの。2009年の全線開通日より富山県滑川市出身の女優室井茂が 沿線の名所案内をするナレーションに変更された以下の作品に黒部峡谷鉄道が登場する。ありがとうございます。